さて、次は悲し。心を打たれてジーンとすることから、相手を切ないほど大切に思う気持ちを表すようになりました。基本は愛しい、可愛い、素晴らしい。で、現代語と同じく悲しいを表すこともあります。悲しうすという形で、愛しく思う、可愛がるって意味になりますね。次は構う。漢字をチェックしましょう。これは作り上げたり、組み立てること、そしてその準備まで表します。なので、作る、でっち上げる、計画を立てると訳すわけです。そこから構えては、身構えて行動するイメージになって、慎重に、注意して、そして必ず、ぜひともという意味になりました。下に打ち消しや否定が来て、決して何々ないとなるのは入試でよく聞かれますね。さて次は辛し。現代語の辛いではなく、精神的な苦しみとか不快感を表します。なので、辛い、ひどいと訳し、それが続くと危ないとなります。同意語には、うし、わびしなどがありますね。次はがり。漢字は許可の許ですね。許って漢字は、がりや元と読みます。今でも母親の元へと書いたりしますね。意味は、何々のところへ、何々の元へです。最後は、狩る。これは注意が必要で、離れると書いて狩ると読むんですね。文字通り離れるですが、世を狩るで出家するを表したり、よがれで恋人の通いが途切れることなど、使い方が豊富なので要チェックです。今回は以上です。ではまた次回。